シュタイアーベルクは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州の任ル力、ベーザー軍に属すフレッケンである。この町は、ザムトゲマインでマルクロエ及びザムトゲマインでリーベナウと共に、目的連合、ベーザー・サガンを結成している。シュタイアーベルクは、ベーザー・川中流域に位置する。この町は、北は、ザムトゲマインでリーベナウ、西は、ザムトゲマインでウフテ、東は、 サムトゲマインデランデスベルゲン、南はシトルツェナウと境を接している。グローセアウエが町内を流れている。シュタイアーベルガーベルクが町内唯一の大きな丘陵である。シュタイアーベルクは1259年に初めて文献に記録されている。シュタイアーベルクは荒野白の領土防衛のための城塞であった。あるいはこれは民伝司教を挑発するために、 司教寮内に建設された可能性もある。1265年から、シュタイアーベルクは、法野博と民伝司教が共に所有権を主張する、紛争の種であった。法野博は、クナップスベルクに城塞を築くことで、領主権を確立した。これ以後、シュタイアーベルクは、艦長所在地となった。法野博が断絶した後、1582年に、シュタイアーベルクは、 ブラウン・シュバイク・リュー・ネブルク公の所領となった。30年戦争では1625年と1636年に略奪を受け焼き払われた。1800年頃、シュタイ・アーベルクはナポレオン軍に占領された。1829年からはシュトルゼナウ管区に属した。1867年にこの管区は廃止されて、以降はシュトルゼナウ軍に属したが、 この軍は1932年にニーインブルク、ベーザー軍に併合された。1968年にザムトゲマインでシュタヤーベルクが成立した後、1974年にその構成自治体が合併し、単一自治体となった。合併以前の八町村が現在の地区となっている。法やクがシュタヤーベルクをフレッケンに昇格させたのがいつであるか。 詳しいことは判明していないが、14世紀であったことは確かである。1549年から1766年まで、貴族のミュンヒハウゼン家の暴流が大官として、シュタイヤーベルクによった。シュタイヤーベルクの射撃祭は1589年から開催されている。第二次世界大戦末、シュタイヤーベルクはイギリス軍に駅を爆破された後、占領された。 この町の議会は17議席からなる。町長は、ハインツ・ユルゲン・ベイバーである。2007年時点で、シュタイアーベルク町内で働く、社会保険支払い義務のある労働者は、1506人で、ある。鉄道とバス、編集、最寄り駅は、ブレーメン・ハノーファー線のニーンブルク駅及び、ベーザー・アラー鉄道のレーゼ・シュトルツェナウ駅である。また、この他に、 ラーフェンスベルク鉄道のラーデン駅も比較的近くにある。町内の地区間や近隣の町村への接続はニーンブルク軍交通会社の地方バス路線が結んでいる。道路、編集、シュタイアーベルクは修道349号線及び350号線によって結ばれている。また、バイパス道路も町の中心方向に5つの出入り口を有している。 最寄りのアウトバーンのインターチェンジは以下の二つである。シュタイヤーベルク町内には工業地区がある。アウフデムワッカー、アムハーゼンベルゲ、アウフデムリヒテンベルゲである。アウフデムワッカー工業地区にはオフィス家具工場、自動車販売店、ガソリンスタンドが2軒、運送会社、衣類工場などの企業がある。アムハーゼンベルゲ工業地区には科学工場がある。 ベリー地区には2軒のレンガ工場があるが、このうち1軒は創業を停止している。シュタイヤーベルクのレーベンスガルテンは、ドイツ最大で最も古いの生活共同体である。レーベンスガルテンには教育セミナーセンターがあり、2005年末には、アドザモキーットバースタンデグに EV が設立された。ありがとうございます。